エイジム -158 巡航ミサイルを投下する B-2 スピリット戦略爆撃機は、両戦力が直接衝突する戦場から離れた敵国領土や占領地などを目標にし、工場や港、油田などの生産施設、住宅地や商業地を破壊して、敵国民の指揮、さらには生産力そのものである国民の殲滅を、 目的とする重爆撃機で初期の大量破壊兵器といえる。戦力同士の攻防戦に用いられる戦術爆撃とは本質的に異なり、第二次大戦後は爆撃機といえば戦略爆撃機となった感があるが、さらに冷戦時代の戦闘攻撃機と戦術核兵器の運用により戦略爆撃と戦術爆撃の区別が難しくなった。 さらに湾岸戦争における巡航ミサイル、今世紀のテロとの戦いでの無人爆撃機による遠隔殺戮に至り、戦術、戦略機の明確な区別はなくなったと見られている。戦略爆撃機には、その攻撃目標の性質上次のような性能が求められる。敵地奥深くに侵入するための航続力爆弾を多量に搭載する能力護衛戦闘機がつかない場合の防御機、 高々の飛行能力、高速飛行能力これらの性能を満たすために大型の発動機を4つまたはそれ以上有している。その歴史は古く、人類が航空機を発明してから十数年後の第一次世界大戦時にはすでに実戦投入されている。世界で最初に実用化に成功した戦略爆撃機のソア、3発エンジンのイタリア軍のカプロに CA-36 型と言われ296機生産されたという。第一次大戦中にはロシア帝国が世界最初の4発爆撃機イリアム・ロメッツ号約80機。イギリスが4発のハンドレページ V-1500 を36機生産し、ベルリンを夜間空襲。またドイツ帝国はツェッペリン飛行船を使用して、 ロンドンやパリを夜間空襲。対戦後期には4発の巨大爆撃機テェッペリン、主宅圏 R-6 を18機生産。英仏連合軍への夜間空襲に使用した。当時の爆撃機はいずれも低速だったので、損害を減らすため主に夜間に使われた。第二次世界大戦では、蒸気のような性能を持った4発エンジンの戦略爆撃機を 数軸国側もソビート連邦も大量生産はできず、少数生産された機体も戦略爆撃を行うには若干性能面で劣っていたため、この分野では連合国側のアメリカ合衆国、イギリス両国の爆撃機に限定された。アメリカの B-17 及び B-24 が主に昼間爆撃にイギリスのアブロランカスター、ハンドレページハリファックス、 ショートスターリングが主に夜間爆撃に使用された。アメリカは対戦末期に日本本土に対して戦略爆撃を実施したが、長大な航続距離を要することから、上記の B-17 及び B-24 ではいずれも不十分で、当時の最新鋭で最高性能の大型戦略爆撃機 B-29 を投入し、 史上初の核兵器による攻撃である日本への原子爆弾投下を実行した機体にもなった。第二次大戦後は核爆弾による攻撃を主軸に置き始め、冷戦の影響もあって開発が進んだ。さらに核兵器の小型化によりミサイル弾頭への搭載も可能となり、核兵器の運用が可能な戦略爆撃機は大陸間弾道ミサイルや、 潜水艦発射弾道ミサイルと並んで、核の三本柱と称されるようになった。しかし、ミサイル技術がより一層の発展を見たことから、航続距離や搭載量を重視する伝統的な戦略爆撃機の役割は縮小していった。それと同時に、航空機技術の進歩により戦闘爆撃機、マルチロール機が発達したため、戦闘機を兼務する小型な機体であっても、 かつての戦略爆撃機に近い、あるいは同等の能力を得たことも、この傾向に拍車をかけることとなる。現在でも大型の戦略爆撃機を運用しているのは、アメリカ合衆国、ロシア連邦、中華人民共和国に限られている。現在のフランス空軍において、戦略爆撃機として運用されているミラージュ 2000N は、戦闘機ベースの機体であり、しかも原型機のミラージュ2000は、 同時代のジェット戦闘機としても、比較的小型、軽量な部類に入る。ただし近年では、ベトナム戦争のような大戦争からアメリカ主導の対テロ戦争のような低強度紛争に至るまで、爆弾の搭載量の多さを生かした、拠点制圧などにおける有効性が再評価、されてきている。しかしながら、新規の戦略爆撃機の開発は、停滞傾向にあり、 アメリカ合衆国の B-52 やロシアのツ -95、中国の豪作6型など、現在でも1950年代に開発された旧式機体が主体となっている。ドイツ帝国イギリスロシアアメリカ、合衆国イギリスアメリカ空軍の B-52、ストラトフォートレスイギリス空軍のアブロ、バルカンドシア空軍のツ -160 ハンドレページ、 ビクターアメリカ合衆国イギリスフランスソビエト連邦アメリカ空軍の B-2 ア,ア,アメリカ合衆国ロシア中国アメリカ合衆国ロシア中国アメリカ合衆国ロシア中国ありがとうございます